はい、密かの能力に、ドッキリテクスチャーというものがありますけれども、ドッキリテクスチャーとは何でしょうか。オーラをさまざまな質感に変えて物体の表面を覆い再現する能力です。そうです、そういう能力なんです、ドッキリテクスチャーというのは。で、雲にね、潜入する際、密かが原料団に潜入する際、ドッキリテクスチャーを使って、肌の質感を再現して、でタトゥーを再現して、雲のタトゥーを背中に貼り付けて、本当に肌、タトゥーが入ってるみたいな感じにして、原料団に入ったんですけれども、これは多くの人が思っていることがありまして、団長がですね、原料団の行を絶対に怠るなよっていうのを常々に言ってるんですよ。で、ドッキリテクスチャーって念能力で作ったものじゃないですか。これなんで みんなこれドッキリテクスチャー見破れなかったんだっていう。で、見破ってればひそかが裏切り者だなっていうのを分かって、で先にこう対処できたんじゃないかみたいなことを思ってる方が結構いるなっていうふうに思うんですけれども、これ実はめちゃめちゃ間違いで、解説したいなっていうふうに思うんですけど、じゃあね、まあ、行で、行とは何ですか。ざっくりしたイメージを皆さん持ってると思うんですけど、隠したオーラとか、まあ、見えにくいものとか、そういったものを、見やすくするものなんですね。なので陰で隠したものは見えるんですよ。オーラを隠しているので行で見ることは可能なんですが、このドッキリテクスチャーというのはそもそももう具現化してしまっているようなものなので、陰をしていないんですね。なのでこれが本物かどうか、念能力で作られているものかどうかっていうものを見分ける、行で見分けることはそもそも無理なんですよ。これは陰や見えるものを見るものなので、なのでそもそも違うんですよね、行の用途が。なのでそもそも薄っぺらな嘘をドッキリテクスチャーで作ったものを見破ることはできません、行では。で、そしてひそかはそのような、穴のある能力を決して自分の能力として使いません。これは、まあ言い換えてみるならば本当に読者の方がひそかに一本取られたと言っても過言ではないんでしょ、ないんじゃないかというふうに思うんですけれども、僕もね、高校の時に読んでちょっとなんかすごく疑問に思ってたんですけど、よくよくやっぱ念能力っていうものを掘り下げてみていくと、まあ、すぐシンプルに分かることなんですけれども、なので結局ね、行で密かを見ていたとしても、このドッキリテクスチャーで作られていたものっていうものは、決して見破ることができなかったよと。あれですね、それでいうと占いのラブリーゴーストライターでしたっけ、全員占った時に密かだけが占いの結果をドッキリテクスチャーで貼り替えて、それでクロロに見せてっていうのがありましたけれども、これもなぜ団長は行を使わなかったんだみたいなことを僕は思ってたんですけれども、そうではなく行ではそもそもドッキリテクスチャーを見破れないということなんですね。これで、またこう勘違いしてた方の、勘違い晴れたということで、ハンターハンターがより一層楽しく読めるんじゃないかなというふうに思います。また何か疑問に思うことがあったら僕は解説していきたいなというふうに思います。はい、今回は密かのドッキリテクスチャーについての解説でした。ありがとうございました。